大阪市立半愛高等学校は、大阪府大阪市鶴見区にある公立高等学校。1942年に、旧制半愛中学校として、大阪市東区淡路町で開校した。当時の大阪市は、中等学校の入試難を緩和するため、中等学校の増設を行ったが、その際に比較的児童数が少なく設備の、 充実している都心部の小学校を近隣校に合併させる形で統廃合をして空いた校舎を転用する方法で中等学校の校舎、校地を確保する施策を取った。そのうちの一校として反愛小学校を廃校し校舎を転用して設立された。なお、公明の反愛は旧反愛小学校のものを引き継いでいるが旧反愛小学校の公明は 海徳堂に掲示されていた文章から採用されている。学生改革に伴い、大阪市立範栄高等学校が発足、一時期大阪市立東高等学校に統合されたが、再び範栄高等学校として分離開校した。普通科高等学校として出発したが、後に体育科、武道科の体育系に学科が併設され、普通科と合わせて三学科が設置されている。 体育科、武道科では、体育科目について、専門的に学ぶ。特徴的な活動としては、団活動が挙げられ、団は、学科の枠を超えて、各学年に1クラスずつで編成される縦割り集団で、半愛祭では、団単位で取り組む。体育系の部活動が盛んで、インターハイ男子バスケットボール部女子バスケットボール部、はじめ各種大会で上位の成績を残している。 ラグビー部や、なぎなた部、弓道部など、他の高等学校ではあまり設置されていない、部活動も設置されている。ダンス部は、夏の日本高校ダンス部選手権、全国大会において、2013年準優勝、2014年、2016年優秀賞。春の日本高校ダンス部選手権、西日本大会において、2015年、2017年、2018年と、 入賞している。部活動以外の個人活動では、2018年10月、第13回全国高校生ボディビル選手権、大会優勝者を出している。ありがとうございます。